はい、どうも、ポケモンガオレ今回やっていきます。今回はね、トレーナーズバトルやっていきましょう。今回はね、ディアルガとアルティアがゲットできるトレーナーズバトル、ランナーズのカズマ。ちょっと順番あれなんだけど、先にうちの少年とちょっと対戦を取ってきたので、カフェマスターに乗せるやっていきましょう。ガオレジナルと交換できます。早技ドリンクいいね。この後のバトルで攻撃ゲージが速くなると。今ちょうどニュースルーレットが出てくるのかな。どうなんでしょう。カフェマスターブリキブルとヤドキングだね。ちょっと分かったやつブリキブルはね、弱点が多いということで、ブリキブル対策で攻撃で、ボタンで決定。主義番これでいこう。これで叩いていきたい。ガブリアスがね、今回マジで大活躍してる。こんなボーナス。まあちょっと正直、ガブリアスにエレキング、エレキングじゃない、エレキブルを倒してもらう。これは大変だね。さあ行きましょう。メガガブリアス。じゃあ完璧。まあちょっとね。トレーナーとバトル勝たなきゃいけないからね。とにかく一気に移動して。よし、これで。完璧だね。さあ、そしたらこれですぐに次の手を。次が本番。虫で。これで不思議魔のとこ一般して、これでヤドキングをぶっ倒す。味方の攻撃ニュースルーレット、ここで来てほしくなかったな。ニュースが現れた。正直ニュース来てほしくなかったな。予定が狂ったぞ。あ、いいのか、ニュースルーレット分かってなかった。本番残ってる。とっておきがマンムーン。マンムーンにはね、これでいっちゃうんじゃねえかな。これで倒しちゃうんじゃない。最後ビガルガン使えてんだよ。余計なことしない方がいいかな。あー、やって余計なことした。マンムーン早かった。最後ルガルガンと締めたいんだよな。
できたらもう5人目のやつやりたいなと思ってます。はい、これはどれがいいんだろう、どれがいいの、これ動いて、え、これどれがいいの、わからん、ヤドランだ、爆竜みたい、ごめん、あ、ごめん、ちょっと今回ゲットしないでいい、さあどうなんでしょう、あ、これね、これはいいや、ちょっと今トレーナーとバトルだからまた今度にしよう、でも幻出てんだよね、出てねえんだよな、ちょっといろいろ待って、できてないんだよね、ガオール今度ね、ワールドホビーフェアとかいろいろあるよね、今申し込みやってるよね確か、はい、じゃあちょっといきなりこいつやっちゃったけど、次はね、まあ、3つやって、それで倒していきたいなと思ってます。はい、じゃあ今回はこんな感じかな、ミュウツー逆襲、前売り券買わないとねはい、じゃあ今回こんな感じで、一応そうだね、うん、なんでも幻のポケモンコースがやったいんだけどな、あと原始海洋岩のコースがあって、これもちょっとねできてないんで、うん、なんかねちょっといろいろバタバタしちゃってやるんだけど、ガオーレもね、まだちょっと明日ぐらいに追いついてね、行きたいと思います。ちょっと今回ウィキペディアができたんで、今日も夜かな、時間があったらやりたいかな、ハンドが終わったら、今もあれだよね、レオチスのコースも今ディフェンスタイプになってるんで、ほんと早くやりたいんだけどね、追いついてやりたいと思います。はい、じゃあちょっとね、動画、ポケモンガールの動画的には次はね、5人目のねやつでリアルがパルキアゲット編をねぜひやっていきたいと思いますので、ぜひね、あの明日以降ね、あのまた見てください。はい、じゃあどうも本日はご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それだね、海洋がゲットしたんだけどね、こっちゲットしたいんでね。
ウルトラビーストも含めてまた頑張っていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。